上昇していくならもう革新的なこと革新的なことっていうのが、うん、やっぱこう竹田塾見ててもすごい感じるんで、そこはもうものすごいあの自分にあの取り入れてますね。はい、桑田社長と僕も一回飛ばしていただきます。どうも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 林さんの3回聞いてましたけど、うん、思い出しますね桑田さん。いや来られた時ね、ホストの方が FC に入るのがどうかとかね、はい、前提としてフランチャイズの理屈として、はい、いろんな変な人が入ってきた方がいいんですね。へえ。これもそうなんですよ。いろんなイシューが入ってくるっていうことでフランチャイズってのは活性化していくわけです、うん、ホストの方があったら、いやこれ面白いなっていうのはまずあるんですね。あ、嬉しいですね、うん、これはもうフランチャイズの理屈としてそうなの、うん、似たような人ばっかりサラリーマンみたいなばっかり入ってもこれ困っちゃうわけですよ、うんうん、うまくいかないんですよ、うん、なるほどなるほど。ホストだったら何でもいいのかって、これはまた違うわけですよ。うん、いろんなオーナーいますからね、うん、で林さんから聞いた時に、うん、それは面白いですねって僕最初に言ったと思うんだけど、はい、で面白いって言ったのは、まあ、まず一つそうあのフランチャイズの理屈で考えたということと、うんうん、あとはこれが桑田さんが林さんと知り合って1ヶ月とかね、昨日面白いホストの人と会って盛り上がっちゃって竹田塾やりたいって言ってるんですけどどうですかって言われたらちょっと僕も構えるんですけど、やっぱ林さんとの付き合いがすごい長いと、付き合いが長いっていうのはね、うん、やっぱりこれは最大に信用できるんですよ、うん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 、おそらくそういう前提で面白い人でなかなかいい方なんだろうなということで、まあまああってはいます。ありがとうございます。あとね、あの本はね、あれはね、何がいいか良かったかっていうと、桑田さんとはね、やっぱね、こう成長過程がね、すごく見えるんですよね、ああ経営者としての、まあ、自分にストーリーも持たせてますから、うん、で普通はだけどそうはならない人が多いんですよね。でも今使わせていただいて、やっぱりどん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 こう上に行こう、何か解決して上に行く、何か解決して上に行くっていう感じがね、伝わるからね。ああ嬉しいですね。でもあれ事実書かれてるわけでしょ。はい、全部事実です。それが国税から何か、うん、そういうのも、はい、まあ非常に面白く、そこで次のステージに行く、はい、成長する、事件起こる、うん、解決する次のステージ、はい、僕それがもう非常にこう見えたんで、まあ、経営者ってやっぱそうだからね、はい、トラブル起きないとでかくならないなって逆に思うようになっちゃいましたね、うん、まあその通りで、はい、だから成長するってことは今までのやり方じゃダメだからそうなるわけじゃないですか。竹田塾のオーナーでもやっぱりそういう風に言ってる方とそうじゃない方いる。ああなるほど、うん、もうアンパアンパで言った方がいいみたいな、うん、あそういう方もやっぱ多いから、それは全体としてそうじゃないようにこう揺り動かしていかないといけない、うん、いやでも本当竹村さんも、まあ、林さんも本当にそうなんですけど、やっぱりこう現状維持しようっていう経営のされ方してないじゃないですか。うん、それはないからね。やっぱ衰退だと思うんですよ、やっぱ現状維持っていうのは。うん、それはその通りなんですよ。やっぱ上昇していくならもう革新的なこと革新的なことっていうのが、うん、やっぱこう竹田塾見ててもすごい感じるんで、そこはもうものすごいあの自分にあの取り入れてますね。うん、だからそれはやっぱ現状維持しようって言っても、まあ、人間はやっぱりねそっちに傾いていくんだよね。傾きとしてやっぱりあるんです。まあ、僕だってあるし林さんだってあるとは思うんだけど、うんうん、だからこれをもうしないっていうね。そうですね。そこの部分は合ってるんだと思うんですよ、価値観がね。なるほど。うん、いや本当そう思いますね。最後にやっぱりしておきたい話としてはですね、僕は上場してほしいんですよね。素晴らしいですね。ニュージェネレーショングループは。ちょっと本当に竹村さんに言われてたから意識してますからね毎日、うん、だからそれはね、あのホストクラブが上場するなんてありえないって思われる方が多いと思うんですけど、そんなこと言ったら、はい、芸能プロダクションがその上場するなんて ね、うん、僕が大学の時代なんてのはもうありえなかったと思う。だって当時はだって芸能事務所なんて裏社会とつながってるんだもん。そうですよね、うん、そういう世界でしたもんね、うん、それが上場ありえない。逆にそう思われてる業界ほど、そうじゃクリーンにやって、うん、そうじゃないですよということを証明していくというね、はい、それはみんな最初できた時の業界っていうのは、うん、怪しいわけですよ。そうですね。塾だってやっぱ公教育があるのに、なんか私教育をやっててこいつらはみたいな言われ方をした時期があるんです、うん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 、何十年も前はね、うん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 、でも社会に塾が必要というふうに今言われてこうなったわけで、うん、そうですね。だからね、ぜひ、はい、上場を目指してですね、やります、進んでいってほしいなと思って、はい、そういうお付き合いをしたいと思いますね。ありがとうございます。2020年年商60億目標にします。なるほど、はい、ちなみに2019年は、約12億ですよ。6倍です、うん、はい、まあ、ただあの無理だって思 う、 こう目標立てないと頑張れないんで、まあ、そうですよね。だからそれもその通りだから、はい、頑張ればいけそうなぐらいじゃ変わんないからね。そうなんですよ、うん、
革新的にやらないと。はい、はい、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。